コニーポイント AC です。ゆきぐちです。チコリータです。はい、というわけで今回は、前回ねタグチーム GX、3月1日発売ダブルブレイズの新しいカードを解説してきましたけれども、今回はタグチーム GX じゃない3枚について引き続き説明をしていこうと思います。お願いします。お願いします。前回も言ったんですけど、めちゃくちゃ今回ポケモン GX さんたちが強い特性持ってるんですよ。それを紹介していこうと思います。はい、まずはドンカラス GX からいきましょう。特性夜の支配者。このポケモンがバトル場にいる限り、なんと手札からねポケモンローグ特殊エネルギー、スタジアム出せない相手が、つまりエルダンゾロワークのようなねデッキね、ダブル無色エネルギーつけにくくなって結構辛い場面があるという感じです。はい、強いですね。それを特性で持っていて、かつエネルギーもね、アクプラスダブル無色エネルギーで90プラスベンチのポケモン GX に30、30なんで合計150ダメージ分出せるんで、これはちょっと強すぎる感じのポケモンかなと思いますね。あとはこのスタジアムが出せないっていうところが一個ポイントでして、こちらが出したプリズムスターのスタジアムをどける方法がなくなります。ただでさえプリズムスターは出してね塗り替えるしかないと思うんですけれど、その場合をね出せないから支配者のせいで、それこそねグズのとかを使ってドンカラスジックじゃないポケモンを呼び出してから出すとかしないと厳しくなりますね。アクタイプだからブラックマーケットプリズムスターとか、おっしゃる通り、そう、ね、塗り替えるの結構厄介ですよね。ドンカラスジックスがねブラックマーケットプリズムスター出しておけば突破されにくくなって、夜の支配者モードでね倒されてもねサイド1枚少なくなるっていう状況を継続しやすいです。このアンフェア GX もね実は相手の手札を見てカード2枚選んで2枚トラッシュできる効果があるんで、ジャッジマンとか使って相手の手札をね4枚に減らした上でこれを使えば、4枚のうちいいカード2枚だとしてもトラッシュしちゃえば残り2枚ですよ。何もできない、何もさせてくれない支配者だから、できればこういうのをさ方向を最初の場で使いたいじゃない、一進化だからねさすがに使えないって思うじゃないですか。ああ使えるんですよ、新しいグッズございます。闇の石です。ドドン。はい、自分の場にムーマージ、ドンカラス、シャンデラ、ギルガードに進化できるポケモンが何かいれば、その進化カードをね山札から持ってきて重ねて進化できます。しかも出してすぐ使えます。闇カラス出す、闇の石すぐ進化、最初の番でできちゃう、もう支配で、さらにその後にねもう一個新カードあるんですよ。ザクザクピッキューね、相手の山札の上から3枚見てその中でね好きなカードを1枚選ぶ、残りのカードを戻して切って選んだカードを一番上に置く、つまり相手の3枚の山札を見ていいやつ切る、良くないやつ残してあげる。何もできなくなる相手は嫌だね。使ってみたいですか。使ってみたいです。すごい、もう2人のちょっとグヌヌって顔が超強いドンカラスでした。はい、続きましてエルルーン GX です。ドーン。ドーン。すごい可愛いだけじゃないんですよ。可愛いだけじゃないんだ、はい、特性ふわふわコットンですよ。なんとこのポケモンが技のダメージを受けるとき、コインを投げる表ならノーダメージ、強いんですよ、つまり2分の1でダメージを受けないんで、超生存力高いと。肝心の技はどうなるよ。エナジーブローが自分についているエネルギーの数かける30プラス10なんで、エネルギー3個だったら100出ます。まあ悪くないよね。まあ、ちょっとね打点が足りなく感じるかもしれませんけれど、インフィア&サラダ GX とかでエネルギーをね移し替えたりもできますし、あるいはマリルを使ってエネルギーをバババババってつけることもできちゃいます、かなりねつける手段が豊富です。そして最近はねポリゴン Z という新しい仲間が登場しました。これがあればなんと特殊エネルギーを1回の場に何回でもつけられます。ダブル無色エネルギー、ユニットエネルギー、レインボーエネルギーつけ放題です。もっと言うと特殊エネルギー登場しました。トリプル加速エネルギーです。無色エネルギー3つ分になるエネルギー、その代わり進化しているポケモンにしかねついてないと効果が発揮できなくて、かつバンの場に消えます。トラッシュです。ポリゴン Z とか使ってこうペアリーつけてトリプルエネルギー加速エネルギー2個つけて220ダメージかドーンみたいなこともできちゃいます。考えたらディフェンシブでかつそこまでアタックできたら強くないですかっていうことですよ、トイボックスもね好きなカード5枚見て言い訳だから加える効果なんですけれど、こういう引いてバン終わる系って最近はね結構使ったバンの返しでやられちゃうケースもあるから、このカードだったら2分の1で耐えられます。イエイイエイ、噛み合ってますね。最後ペルシアン GX です。ミラスが進化するペルシアン、めちゃくちゃ強いキャットウォークですよ。
前の番に自分のポケモン GX、EX 倒されていた場合、好きな顔2枚を山札から引けますと。まあペルシアン自体がね、ポケモン GX ですから、ペルシアンが倒されたら次のペルシアンがキャットウォークしてもいいという感じで、うん、超強いですね。で、しかもこのペルシアン、それ聞いたら結構サポートする系のポケモンかなと思いがちですけれど、自分で戦えちゃう。復讐、自分のトラッシュにあるポケモンの数かける20ダメージプラス10、うん、で、ポケモンの枚数は9倍までカットできます。180までプラス10、190出ます。かなり強い感じしますね。でエネルギー3つ必要ですけれど、さっき紹介した、トリプル加速エネルギーでなんと加速できちゃうわけですよ。確かに、加速エネルギーだからね、どのデッキにも入れようと思う。そう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 、そう、スラッシュバック GX もね150で入れ替えるっていう感じなんで結構便利ですね。復讐を使うためにポケモンをトラッシュしたいんで、ペルシアンメインの場合はミカルゲっていうポケモンが相性がいいです。技を使うと山札からポケモンを4枚トラッシュに送る効果を持っているので、出したら倒せなかったら1回引っ込むと思うんで、もう戦わないミカルゲとかをね、スラッシュバックで前に出して壁にするっていう動きが強いです。あとは抜け人です。抜け人を使うと進化したと抜け人自体をポケモン道具として自分のポケモンにつけられます。その場合抜け人の1個前のポケモン土人はトラッシュに送られるので、自然と復讐用のポケモンをトラッシュに送れるっていうところと、さらにペルシアンジェクとかにつけておけば倒された場合にサイドが1枚しか取られないっていうメリットがあります。そういう風に取られる枚数を減らしていけばキャットウォークを使うチャンスが何回でも出てくるというところで非常に強いし、しかもね、抜け人をいっぱいトラッシュに送れるんで、復讐もとも相性がいい、おすすめです。というわけで、今回は GX を紹介してきました。皆さんもね、かなり今回マジで強いと思うんで、ぜひ3月1日ダブルブレイズをお楽しみに。では、また次回。